ダヌム川を渡る釣り橋ダヌムバレーで観察されるマーブルキャットダヌムバレー保護地域はマレーシアのサバ州に位置するセガマ川の源流域にある相対的に人手の及んでいない低地双葉がキリンの438平方キロメートル区域であるダナンバレー保護区などとも称される保護地域になる前地域内に人の定住はなく狩猟、伐採、その他人間の干渉がなかった 特有の地域であったことから、一帯は独自の状態を保っている。地域は保護、研究、教育、及び自然研修の目的で、サバ財団により管理されている。最寄りの町であるラハダトゥの西7 0トルに位置し、皇帝にして9 7トルの距離にある。保護地域にはその名にもなった、セガマ川の支流ダヌム川が流れる。1986年に開設された、 ダヌムバレーフィールドセンターは科学者や教育目的のための研究施設であり、また、1995年に保護地域指定の後、オープンしたボルネオレインフォレストロッチという宿泊施設が旅行者の滞在のためにある。そこから訪問者は、低地雨林の小道をガイドと一緒に散策することができ、多くの人が主に野鳥観察のために出かける。 林間を渡す釣り橋である高さ27メートル、延長300メートルのキャノピーウォークウェイも設置されている。その他の活動としてはナイトウォークやナイトドライブが挙げられる。定中林は多くの鳥や哺乳動物の生息場所であり、2009年に新種のメガネ花鳥が記録された唯一の場所である。 哺乳類は125種が記録されており、オランウータン、テナガザル、およびメガネザルを含む、その他の霊長目の他、鹿、ヤマネコ、希少なボルネオ像も観察される。その他注目すべき種として、マレーグマやスマトラサイが地域に生息する。ありがとうございます。